はい、こんにちは。画家の塚木のりです。今回は、裏打ちをやっていこうと思います。裏打ちって本紙に補強とかね、長期保存を目的として紙を貼る作業なんですけど、単純にその本紙側を頑丈にするための、そういった意味の補強の紙っていうこともあるし、長期保存考えた時に作品を長く何年も何十年も持たせようとした時に、ちゃんと消布のりで裏打ちしてあると、張り替えが可能ですので、そのメンテナンス性が高いっていうのかな。メンテナンスに適してるということで、ぜひともできれば作品のことを考えるとやってほしい作業ですね。他にもそういった保存とか目的以外にも、技法技術的にね、裏打ちをする場合とかもあったりしますし、いろいろと応用ができる作業だと思います。僕自身の、いわゆる作家活動の方の絵の方も、裏打ちの技術は結構使ってます。で、特に大きいサイズだと裏打ちがやっぱり推奨です。大きい作品だと縮む面積も大きくなるので、パネル張りして制作するとかなりやっぱり紙に対する負担がすごく大きくなってしまうので、補強の紙がやった方がいいということになりますね。これから100号に貼る予定の紙に裏打ちをやっていこうと思うんですけど、大きい紙にね、裏打ちをする作業で、裏打ち側の紙ってちょっと小さいので、だいたい 2,3 番の紙ですので、紙をつなぐ必要があったりとかして、いろいろと工程が必要ですので、これからやる作業をちょっと参考にしてみてください。で、僕がやる作業は結構すごく基本的なやり方でやります。今時のね、その道具だったりとかね、いろんな情報がありますので、結構便利でね、簡単なやり方とかもあったりとかしますので、まずは基本的なやり方とかを知った上で、自分の制作とかね、自分のスタンスに見合った便利なやり方っていうのかな、都合のいいやり方を取り入れてってみた方がいいかなと思います。一応作業しながらね、ある程度説明しながらやろうと思うんですけど、ちょっと作業しながら喋るのって結構不手際が多かったりとかするんで、作業しながらの説明と、あとアテレコで説明付け加えたりとか、そういった感じで動画を流していこうかなと思います。はい、では裏打ち紙の裏打に貼る紙の方の準備をしていきます。2,3 番の構造紙ですね。これは本当は細川紙みたいなね、丈夫な紙を使いたいところではあるんですけど、ちょっとね、細川紙とか高くついちゃうんで、ちょっとコストダウンを図って、韓国構造、ちょっとかなり安いね、構造の紙ですけど、これを使っていこうと思います。当然これ 2,3 番の紙なんで、こっちの辺が60センチちょいと、こっちが90センチちょいの大きさの紙なんですけど、これの大きさなんで、本紙100号を裏打ちしていこうと思うんですけど、その100号に貼るには小さくて、これをつなぎ合わせるということになるんですけど、このままつないだところの段差が激しくなってしまうんですよね。なので、この紙片を食い先立ちって言って、食い先っていう状態に立ってあげる、切り落とす、切るわけではないんですけど、食い先の状態でちょっと落とすということをしようと思います。食い先ってちょっと際立たせた感じの状態で落とすという感じになります。で、その時に、この紙片が水平垂直という、こことここが平行に、こっちとこっちも平行に、切り落としてあげるっていうことをするんで、その作業をこれからやっていこうかなと思います。今、和紙5、6枚かな、あるんですけど、これを、いっぺんに作業した方が、全部同じサイズになってくれるんで、いいと思います。それぞれね、和紙によって、一枚一枚ちょっと形が違うんで、綺麗に、ぴったりと合わないと思います。こう、端っこ、へこんでたりとかね、飛び出していたりとかって、ちゃんとした水平垂直で、角が直角な長方形じゃありませんので、まあ、それを整えるという意味でも、これから立つ作業が、重要になってくるかと思います。超やろうかな。で、和紙をできるだけきれいに揃えましたら、ちょっとね、この重しとして定規を2個使うんですけど、これからこういった定規を2個使うってことになるんですけど、必ず1個は2つ同時に外さないように、1個は置いといて1個ずつずらしていいのかな、その方にそういうふうにしてあげた方が、下の紙とか作業がずれずに済むかなと思います。よいしょ。で、
で、二つ折りにしたら、まあ炊きたいのちょっと和紙によって形が違うんで、あれなんですけど、まあここの定規とこっちのやつが大体同じた、この輪っかっていうのかな、大体同じ高さとか目指して、ちゃんと綺麗に折りたたむっていうのかな、二つに折ってください。それで、ここに、大体、端っこから、2センチとかかな、つまめる程度っていうのかな。そこに、ちょっと、星付きで、もしくは千枚同士を使って、ちょっと印をつけてあげてください。で、こっちにも。で、よいしょ。これ戻してあげると、戻してあげて、よいしょ、で、まあ星が折って星印をつけたので返すと、まあこっちにも当然同じように穴の印がついてるんですよね。なので、よいしょ、その穴の印と定規を合わせて、で、定規を合わせましたら、ちょっとね、ヘラでちょっとグリグリ何回かギュッギュッと筋をつけます。で、筋をつけましたら、薄く濡らした、ビショビショじゃなくて薄く伸ばした、こういった刷毛で、スッと、水を、ちょっと、撫でてあげてください。で、やったら、もう一回ちょっと、2、3回。引いて、で、また、スッと水を、やって、また筋をつけてを、ちょっと数回繰り返します。そうすると、筋をつけたところに水が染み込むんですよね。なので、それでこの定規をずらさないように気をつけて、ずらさないというか、この重しを2つ乗せてますけど、まあ1個はちゃんと置いてずれないように気をつけて、で、この下まで、その筋が、筋と水が通ってるかを確認します。今これ僕一番下の名前見えるかな、5枚目かな、それにまでちょっと水通ってないんで、あ、まだ通ってないなってしたら、もう一回ちょっと定規を置いて、よいしょ、水をスッと、で、あまりびしゃびしゃな水でやっちゃうと、もうぐしょぐしょになってちょっと切りづらくなってしまうので、できるだけ、薄い水を使って、単純に薄い水を重ねていけば、いつかはなるんで、びしょびしょになるよりは、薄い水を使って、で、ヘラでやってるんですけど、このヘラの先を使ったりとか、この角を使ったりとかしないで、こういった丸いところを使って、やってください。角みたいなところを使っちゃうと、和紙が切れちゃうんでね。よいしょ、で、また確認してあげて、で、あ、下まで水がいったかなってなったら、よいしょ、よいしょ、今度この端を、端を外側に向かって裂いていきます。こうすると、和紙がだんだん薄くなって、段差がなくなるということになります。和紙が薄くなっていくっていう状態が作れると思います。で、こちらの辺も同じように逆側の辺ですけどやります。これでここに星継ぎの印があるんですけど、そこと向こう側の印も
合わせたら、まずはちょっとスッとヘラで筋をつけたら、ハケで水も吸ってやって、またで何回かやって、よいしょ、でスッと水をやって、よいしょ、でよいしょ、うん、で一番下までいってるのを確認したら、これここちゃんと押さえてちぎった方がいいですね。これ最初だけすごくちぎりやすいんで、ちょっと力がいるんですけど、そこだけちょっと気をつけて、お、はい、でこれで縦辺の両辺の食い先と、あとまあこの2つの辺は平行で切れたと思います。はい、で、今こっちの辺の終わりましたので、今度こっちの平行を出していくことになります。で、さっきと同じなんですけど、今度はね、ここをできるだけちゃんと合わせてあげて、できるだけ綺麗に合わせてくれたら、直角が、ここに対しての直角が出てくれると思うので、また印をつけます。で、端っこからちょっとね、2センチとかそこら辺で、ちぎるときにあまり狭いとちぎりにくいんで、慣れてない人はちょっとね、広く取ってもいいかなと思います。その分余分が出てしまうっていうことにはなるんですけど、やりやすい方を選んであげたらいいと思います。ここと向こう側にも印ができたんで、そこをまた同じように作業していこうと思います。で、今度ちょっとカメラがあるから紙の方をひっくり返しますね。よいしょ。で、そういえば紙が今僕咲いてる方向ってこっちやるやつよりも剥がしやすいです。紙の繊維の並びやすい方向ってありまして、紙敷きってこうやって敷くから、こういう感じで繊維が並びやすいんですよね。なので、この縦の方のつながりはちょっと弱いんですよね。縦というか、長辺方向のつながりが少し弱いので、こっちの方がちょっと切りやすいかなと思います。これで一応食い先の状態で紙を立てたかなと思います。食い先以外にもまっすぐ直線で切るのを棒立ちって言うんですけど、用途元に説明しますと、裏打ちみたいに裏で段差作りたくないとか、こういった紙同士の貼り合わせの時に段差作りたくなかったら、こういった食い先の状態にするんですけど、逆に切れとかつなぐ時は棒立ちになるかな。棒立ちで継ぐ時は棒継ぎ、あと裏打ちじゃなくて本紙の紙を継ぐ時って、この食い先の部分って絵の具とか水が染み込む度合いが違うんで、本紙にこういった食い先でつないだところって色が変わっちゃうんですよ。なので本紙側で継ぐときは棒立ちで継ぐことになります。多分昔の屏風あたりとか見ると、頃大きい紙ないんで 2,3 番使ってるんですけど、 2,3 番を棒立ちでつないで屏風ぐらいの大きさの絵を描いてるっていうのがほとんどだと思います。次は、糊を準備します。消費の糊を準備しますね。糊の作り方とかは、前の動画作りましたので、そっちを参考にしてください。で、濃度とかはかなり薄めです。もう水糊っていうぐらいで。で、これでもね、多分ね、濃いぐらい。本当もうサラサラの水同然の濃度、とろみっていうのかな。そんな感じの、もう薄くても大丈夫です。パネル張りだったら多少濃くても問題ないんで、もし軸装とか考えてる方とかはね、本当に薄くした方がいいですし、糊の方の準備を終わりましたら、で今度は、クモ肌増し
なんですけど、今裏返しにしてる状態ですね。裏面ちょっと重し乗せて丸まってきたから、下ちょっと台にねパネルを置いて2枚板を貼り合わせて台作ってる方とかはね、あの溝とかができちゃうんで、実際に貼るときにその溝で撫でつけたりとかしないように、ちょっとその都度紙をずらしたりとかしたらあのいいかなと思います。この本紙に水気を入れていきます。霧吹きとかで大丈夫です。ただ結構水気をたっぷりやってください。少ないと作業をやってる途中にあの逆側が乾いてしまったりとかするので、トラブルの原因になったりします。なので、水気はかなり多く、もう十分に湿らせてください。で、あと水気を多くやるメリットとして、本紙を重くすることで、水気で本紙を重くすることでやりやすくなるんですよね。結構裏打ちの紙を置いて修正が効くっていうのかな、水気が少ないと修正しようと思ったら本紙も動いてずれてしてしまうとかっていうのはまああるんで、水気はできるだけたっぷりとやってください。さっきの本紙を重くするみたいなのにつながるんですけど、もう小さい作品だったらね、もう台とかにピタッとくっつけるぐらいのつもりの方がやりやすいかなと思います。よいしょ。はい、で、ちなみにこの紙は、動作引きになります。生紙でも動作引きでも裏打ちはできるんですけど、どうせ動作引き、動作を、最終的に引くような制作でしたら、もう最初のうちに動作、最初に敷いてあげた方が、効率的にはいいです。後から動作引いたりとか、一応トラブルとかの可能性とかもありますのでね、動作引いた時に裏打ちの紙が剥がれたりとか、そういった可能性も、なくはないんで、最初に動作引きやった方が効率的にはいいかなと思います。で、水気が終わりましたら、紙に裏打ち紙の方に糊を塗って貼っていくってことになるんですけど、一応例えばこっちの方貼ってて、こっちの方が乾いてきたら、その時に少し水気入れたりとかして調整とかもできます。あ、今ちょっと僕撮影スイッチを入れ忘れて、こっちの列だけ裏打ちやってしまったんですけど、こっちの方に列を撮影しようと思います。今こっち側が 2,3 番の広い面積を置いて、残り半分はまあそれ相応の面積を置いたんですけど、これ同じ位置に同じ大きさのやつを置くと、ここが今ここに、ここまでが和紙の境目なんですけど、裏打ちの境目なんですけど、ここで十字の次跡が十字になるんですけど、その十字のポイントができるのってあんまりよろしくないというか、ちょっとそこが弱くなってしまうので紙をずらしたいんですよね。なので今度こっち側に小さい面積のを貼って、こっち側に大きい面積のを貼ろうかなと思います。カメラだとちょっと見づらいので、アクリル板を置いたんですけど、アクリル板からその向こう側がまだ和紙を貼ってないところなんで、そこに今から和紙を貼っていきます。こちら、これでちょっと糊を塗っていこうかなと思います。糊は裏面に塗ることになります。一応補強目的の場合だと、裏面というかザラついた方に糊を塗ることになります。要はザラついた方を貼り付けるということですね。本紙側との、ね、食いつきを良くするために、これが制作の都合上ツルツルな方がいいとか、そういった時とかってね、ありますので、僕実は自分の制作ではツルツルな画面、薄い紙紙を使ってるのでね、裏打ち紙もツルツルな方を使う風なスタンスだったりとかするんですけど、基本的には補強目的だとザラついた方をやってみてください。で、糊を塗っていきます。よいしょ。で、まあ真ん中から塗ってって、いきなりドバッと多量をやっちゃうと結構シワが大きくなっちゃうんで、慣れないうちはちょっと薄めを広げていくつもりで塗ってあげればいいかなと思います。ちょっと見えるかな、ちょっと机が白いからすごく多分見えなくなっちゃうと思うんですけど、すいません。とりあえずはで、糊を塗るときに、この外側に向かって塗るんですけど、
ちゃんと外側に飛び出る感じで縫ってあげて、で内側に持ってこないように、あの食い先が手前があのめくれてきちゃうんで、そこを少し気をつけて縫ってあげてください。で裏打ちの場合は柔らかいあの水のりなので、あのそんなに髪を傷めずに塗れると思います。これが硬いのりだとあのギューってあのし糊を絞ったりとかすることになるんで、そういった時はね、あの結構あの刃で刷毛の力加減とかは少し慣れてないと難しいかなと思います。である程度均一に糊を塗ったら、今ペタッとね、あの机に貼り付いた状態です。で、あのこの時にゴミとかあったらもうピンセットで取ってください。でこれを持ち上げるんですけど、まあ専用の掛け刺しってあのまあ木の棒、薄い板状の棒なんですけど、本当はそういった専門道具が一応あるんですけど、僕はそれ持ってないんで、もうあの物差しでやってます。で物差しに糊を塗ります。あのその理由は、あの物差しがこっちの糊吸っちゃって髪の糊が薄くなっちゃうっていうのがあるんですよね。なのでこっちに塗って、もうできればあの自分の 指にも糊をつけてあげて、これを持ち上げます。であの角っことよく見てあのかけてあげてください。よいしょ。でかけたら、このかけ出しの角度をギュッとちゃんと角度を V 字にするっていうのかな。これあの気抜いてちょっと傾けちゃうと後でズルッと落ちちゃうんで、でこれで上げてください。あの上げてもらえるといいかなと思います。定規の位置がちょうどその食い先の毛先がかかるぐらいの位置に今置いてありますね。理想で言うと、和紙の食い先の毛羽だったところがもう一方の方の和紙の本来の厚みになってきたところにちょうどかぶさるぐらいがいいと思います。あまりあの大きくかぶせちゃうと、要は二重になってしまうところが増えてしまって、そこだけ状況、和紙の環境が変わってしまうので、できるだけそういった差がないようにしてあげるといいと思います。和紙の重なりが5ミリぐらいを目指して貼っていこうと思います。手前の方って結構シワになりやすいんで、後でリカバリーとかでもいいかなと思います。あの今のようにね、あの押し付けながらというか倒していくという感じになります。で、あので置き終わったらあのひたすら撫でるんですけど、毛羽立ちがあの、まあ、外側に向かってるんで、こうやって撫でる時にあの外側に向かうように、で内側にこっちやっちゃうと毛羽立ちが内側にめくれてきてしまうので、あのそれを気をつけてください。撫でます。で薄いのりなんで、かなり撫でつけてください。
基本的に和紙同士って水だけでも結構くっついてくれるんですけど、まあ、なのでできるだけ薄い糊っていうことになるんですけど、まあ、その代わりかなり撫でて、もう裏打ちの紙がもさもさするぐらいに撫でつけて大丈夫です。で、内側に入ってしまったこういったゴミとかはこっち側から引き抜けますので、引き抜いたらまた撫でてあげると大丈夫です。はい、で一応裏打ちはこれで終わりです。で本来はこのまま敷き干しして乾燥したら完了ということなんですけど、せっかくもう全体に水気が入ってるんで、このままパネルに貼り込む作業を しようかと思います。なので次回はそのパネルに貼り込む作業をやろうかなと思います。でちなみに100号とか150号とか大きいサイズだといきなりパネル張りしないで仮止めとかした方がいいということなので、そのやり方を次回やっていこうかなと思います。とりあえずは今回はこれまでになりますね。またこの動画よろしいと思ったらチャンネル登録、いいねの方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。